ことはボスがここまで連れてきたのは自分で始末するためだけか。察しよすぎるな。マジっすか。あ、いつもご視聴ありがとうございます。伊藤史郎さん、今回はですね、ジョジョの奇妙な冒険第5部前半戦激アツバトル第6部のアニメ化するということでね、まあ、今回はそんな第5部の前半戦の激アツ回を紹介したいなと思います。ペッシのファンの人いたら最後まで見届け、よろしくお願いします。まず一つ目の激アツバトルがですね、 VS プロシュートペッシ。いやー、もうこれじゃないですか。やっぱり亀のスタンドの中に入って列車を使って移動しようっていう回なんですけど、そこで邪魔に入るのがプロシュート兄貴とペッシなんですよね。このバトルね、なかなかピンチじゃないですか。相手のね、プロシュート兄貴の能力も老化っていうね、あの列車内全体を、全体におる人を老化させるんですよ。めちゃくちゃ範囲広いっていうね。で、そのせいで戦えるのがもうミスターとブチャラティだけになってね、その後もね、いきなりあのプロシュート兄貴がずっと姿隠してたんですけど、ミスターの前にいきなり現れてね、ミスター脳天ぶち抜かれるし、で結局残ったのがブチャラティだけでね、一人で二人どうやって戦うかっていう、すごいピンチやったんですよ、あれは。このバトルで一番応援してたというか、いや応援まではないか、こいつに注目してほしいっていうのが、まあね、やっぱ幹部の覚悟を見せたブチャラティではなく、まああのね、兄貴、プロシュート兄貴がね、やっぱりいろいろ教えてくれたんでね、ペッシに、そのかっこいいプロシュート兄貴ではなく、ペッシなんすよね。このペッシね、最初はビビりまくりで、そのまあ、いわゆるマンモーニーやったんですけど、そのバトルの途中でね、ブチャラティがプロシュート兄貴を倒すんですよ。で、倒して、列車の外にね、放り投げるというか、吹っ飛ばすんですけど、あとはもう、ペッシ倒すだけやって時にね、あれ？まだ乗客の老化の能力が残ってるんですよ。え？なんで？いや、さっきブチャラティ倒したやんって思ったら、列車にしがみついてたんですよ。それを見たペッシが覚悟決まるんですよね。こっからのペッシが強いんですよ。続いての激アツ回が、ブチャラティの過去、ようやく語られる。これですね、前半戦を通して、護衛チームのメンバーの過去が、まあ、ジョルノから徐々に語られていったんですけど、一番最後までとっとかれたのがブチャラティなんですよね。この回がね、ようやくボスの娘のチェリッシュを届けて、今からボスに会わせるぞっていう回なんですけど、ここで語られるのがブチャラティの過去なんですよ。実はね、7歳の時に両親が離婚してました。いやー、めちゃくちゃ壮絶な人生なんですけどね。これだけじゃないんですよ。やっぱり離婚ってなったら、お父さんとお母さん、どっちについていくかみたいな話になるんですけど、お母さんはね、うちは都会に行くよと。うん、お母さん好きだったでしょ？うちについてこいよみたいな、お母さんは言うんですけど、お父さんの方はもう寡黙で、うん、ブチャーティ、好きな方を選べ、みたいな。まあ、そういうスタンスなんですよね。で、ここで選んだのがお父さんの方なんですよ。このブチャーティ、7歳の時点でも他人の悲しみが分かりすぎるんですよ。そりゃあもう、チェリッシュに何があったか気づきますよ。うん。もうね、腕だけのチェリッシュ見た時点で、一瞬で考えるわけですよ。え、チェリッシュ腕だけなってる。チェリッシュ攻撃されてる。誰に？誰に攻撃されてる？ボス？ってことはボスが、ここまで連れてきたのは自分で始末するためだけか。察しよすぎるな。
そんなすぐ一瞬の間で考えられないですよ。察しよすぎ。俺やったらね、もう振り返ってから腕だけやったら、なにこれ、怖っ。チェリッシュってなりますからね。次回は後半戦。後半戦はね、エモエモ回。憎い演出やなと思った第5部後半のエモエモ回を紹介したいと思いますんで、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録したなら使っていいんだぞ。こんな兄貴嫌か。あっしゃ。あっしゃ。